まああれ発端は、まあ、木村君も、僕も福山青年会議所という、まあ、通称 JC に所属してて、次の2015年の理事長を決めますという時に私が立候補したんですよ。で、8月に承認されて、さて何をやるぞというようなのを初心を書くんですね。その時の町づくりの担当責任者が、まあ、僕に相談して何しましょうか、ね、そこに、まあ、僕が半分本気で半分冗談でそんなプロサッカークラブ作れば町は盛り上がるって言ったのを2015年の1月からは私が理事長で、実際そのスポーツの町づくりで手法としてはサッカープロサッカークラブ作ろうなんだろうというところで始めたのがきっかけだったんですね。あのアルベックスの池田さん、池田さんが来られて、お父さんなんですね。本当にその4年できるぞって言われてで、まあ、いろんなスイッチが入って、みんな入ってマジで4年でできるって言って、で新潟にその冬に、あ冬か行ったね、行きました。松本も行って、あとガイナール、大体どこもその3つとも共通なのに JC が加わって、大きくしましたっていうのがあって、最初はスポーツで機運を高めましょうというきっかけ作りからスタートしたんですよ。カードの部分で、あの芝生を引いてどんどんこう運動できるような体制作りをしようという街づくりから、夏場ぐらいに、夏場前かサッカーアンダーテンの大会をやったのかな、グリーン、常石グリーンフィールドで、でそこから熱が入ってきて、プロサッカークラブができたら皆さんどうですかにどんどん切り替わってきたのかな。で、設立に至ったのか。その前に、よう覚えてるな。3月に、あの今年青年会議所はこんな事業をしますよっていうところで、これがまあ我々の今でも、まあ、ミスというか、あれなんですけど、サッカー協会、ミスで行政とかに話をせずに、いきなりメディアにバンって出ちゃったんですよ。新聞テレビが全部来て、バンと次の日の朝刊に出て、福山に J リーグのクラブ作るってよって出ちゃったんですよ。最初表明した時ってそういう出回しとか予想が全く何もなかったじゃないですか。そうまあだから大失敗ですね。でサッカー協会知らない、スポーツ協会関係も知らない、福山市も当然知らない、お前らふざけんなと。それでももうやるって言ったんで下がれないんで、こういう資料を持ってサッカー協会、行政、経済界っていうのを2人で挨拶に行きまくりました。まあ謝罪案件みたいなあの資料を持ってね、こういうことをしたかったんですけどすいませんっていう。だからプロサッカークラブばっかり役に入ってるんですよ。僕たちは街づくりの一環として、手法の中でサッカーがスポーツがいいんじゃないかって、スポーツの中でももしするんだったらその J リーグプロサッカークラブがいいんじゃないかっていうことをずっとこう言っていたんですけど、なかなか伝わらなくて、それが目的ではないっていうので、あえてスポーツゴミ拾いを JC と一緒にやったり、やったな、あと3世代のグランドゴルフやったな、あと福山スポーツシンポジウムっていうのをこの市長に来ていただいて11月に開いたりして、要は我々プロサッカークラブを作ろうって言ってますけど、こういうスポーツで街づくりをするんですよっていうのを、あえてサッカーを外した事業をどんどん、まあ、打ったというか、これでちょっと皆さんに我々の活動っていうのを理解していただこうっていうのが16年の1年